ロシア軍が、ウクライナにおいて露飼したアメリカをはじめとする、北大西洋条約機構 NATO が供与した兵器をイランに渡していることが判明したとして、アメリカの CNN が関係者の話として報じているよ。それらはロシアの侵略が開始されて以降にウクライナに供与された、携行式対戦車ミサイルジャベリンや同じく歩兵携行式の地対空ミサイルスティンガーなどの兵器の他に、M777 榴弾砲などもあるとされ、ウクライナ軍が状況によって放置せざるを得なかったものなどと見られているな。これらの露飼兵器はロシアがイランから供与を受けた自爆型ドローン、シャヘド136などの支援に対する対価のようなものってことなのかな。さて今回はそんなロシア軍に露飼された西側諸国の供与兵器がイランにも運ばれていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。これらの西側諸国の最新兵器を手にしたイランはそれらを分解して、その構造や仕様などを解析した上でコピー兵器を製作する、いわゆるリバーエンジニアリングを行っていると見られているんだけど、現時点ではこれら最新兵器のコピー兵器をイランが開発したとする情報はなく、まだ成果としては出ていないのではないかと言われているよ。ただ、イランはこれまでにも入手した新兵器のリバースエンジニアリングに関しては定評があり、イラン軍の主要兵器の中には多数あって、例えば対戦車誘導ミサイルトーファンは1970年代にアメリカ製の対戦車ミサイル BGM-71TOW を入手して、その技術を模倣して開発されたものであり、2011年にはアメリカのロッキード・マーチン社製ドローン R-970 センチネルを捕獲した上で、これを真似た新たなドローン車ヘド191を製造し、それを2018年にイスラエルの領空に侵入させて撃墜されたりしているんだ。かつて1979年に革命が起こるまで親米国であったイランは、革命後は一転して反米国家となったためアメリカとの国交が完全に途絶えたのであるが、その際に問題になったのがイラン軍の装備だったな。それまでのイラン軍の装備品のほとんどはアメリカ製のものを揃えており、国交が断絶したことで兵器を保持するために必要なパーツの手配やメンテナンスが受けられなくて稼働率が極端に低下したぜ。そこで、イランはリバースエンジニアリングを行うことで技術力を習得し、独自に改修やメンテナンスを実施することが可能となって、アメリカから導入していた F5 タイガー2や F14 トムキャットなどといった、メンテナンスにも高度な技術を必要とする戦闘機においても独自に近代化改修を行えるようになり、現在でも運用し続けているというね。敵の敵は味方と言われるが、その通りにそれぞれアメリカを敵対視するイランとロシアとの関係が日増しに緊密になっていることが西側諸国において懸念されている中、アメリカの NSC のカービー報道官は、ロシアがイランに対して前例のないレベルの軍事支援を提供していると指摘したらしいぜ。そしてさらに、両国が殺傷力の高い攻撃用ドローンの共同開発を検討しているという報告を、米政府として確認していると明らかにしたな。カービー報道官は、イランとロシアが攻撃ドローンを共同開発すれば、ウクライナだけでなくイラン近隣のアラブ諸国、ひいては国際社会にとって大きな危害をもたらすであろうと指摘し、ロシアは、武器開発や訓練などの分野でイランとさらに提携を進めようとしていると報道官は述べて、ロシアがイランに対してヘリコプターや防空システムなどに関する先端兵器を提供するつもりであるとして、アメリカ政府が非常に懸念していると述べているよ。イランは今やロシアにとって一番の軍事支援国になったと話すカービー報道官は、ロシアはウクライナのエネルギーインフラ攻撃にイラン製の自爆型ドローンを使い、数百万人のウクライナ人から電気や暖房など生活に必要なライフラインを奪っているとした上で、イランがロシアの侵略をサポートする行動をとっている結果として、ウクライナ国民は今日も多数が命を落としていると強調したんだ。カービー報道官の発言を受け、イギリスのジェームズ・クレバリー外相もまた、現時点ではイランがロシアにとって重要な軍事支援国になったと指摘していて、両国の関係が国際世界の安全保障を脅かしているとの見方を示したね。
ロシアとイラン両国の卑劣な取引の結果、イランは数百機以上の自爆攻撃ドローンをロシアに提供したと、クレバリー外相は説明した上で、引き換えにロシアは、イランの独裁政権に軍事と技術の支援を提供しているが、それは中東における我々のパートナー諸国にとって、そして国際的な安全保障にとってリスクとなると述べているよ。現在ロシアはウクライナ全土に対して民間インフラ施設への無差別攻撃を繰り返したことによって、長射程の巡航ミサイルが不足しているとされており、今後ロシアが弾道ミサイル数百機を含む兵器をイランから大量に入手しようとしている可能性が高いと懸念されている中で、イランによるロシア支援はさらに拡大するであろうとアメリカは予測しており、クレバリー外相もこのカービー報道官の見方に同意したんだ。ウクライナは、全土に及ぶ民間インフラ施設や設備、そして住居などに対するドローン攻撃は、飛来するドローンのほとんどはイランがロシアに提供した攻撃ドローン車ヘド136によるものだとして非難しているね。このことについてイランは当初ロシアにドローンは提供していないとして否定を繰り返していたが、その後ロシアがウクライナに侵略を開始する遥か前に限定的な数のドローンを提供していたとしてその事実を認めたみたい。ウクライナのゼレンスキー大統領は、そのイランの説明を嘘であると非難し、ウクライナ軍は連日のように、多数のイラン製ドローンを撃墜していると反論しているぜ。また、アメリカ国防総省の政策担当であるカール次官はイランの核兵器開発について触れ、今やイランは12日間もあれば、核爆弾1個分の核分裂性物質を製造できる能力を保有している可能性があるとして、イランが近々核武装する可能性が高いとの見方を示したんだ。これはアメリカ下院の軍事委員会の公聴会で述べたもので、イランによる核兵器製造に要する期間についてのアメリカ政府が立てた具体的な見立てとして、最も国際社会の注意を引きつけるものとなっているね。アメリカ側では、トランプ前大統領が2018年に、ヨーロッパ諸国なども加わって15年が経過していたイラン核合意から撤退した後、イランでは目覚ましい核開発の進展が見られていると見ており、イランはもはや合意で定められた開発上の規制事項を公然と無視し続けているともしているみたい。カール次官は2018年当時にイランが核分裂性物質を獲得できるまでに要する期間は約1年程度とされていたんだけど、現在では約12日間で可能になったと主張しているよ。ただし、バイデン政権当局者はここ数ヶ月間、イランが核分裂性物質を製造するために必要な期間は数週間程度に縮まったと判断せざるを得ないが、このことによって期間内に核兵器を入手することが可能となるとの意味ではないと述べたぜ。イラン核合意を復活させる関係国の交渉は、現時点ではほぼ膠着状態のままとなっていて、イランの核兵器開発を止める術はもはやないのかな。イランの核開発問題については国際原子力機関 AIEA が先に、イラン中部ホルブの地下核施設においての濃縮度 83.7% と、高濃縮のウランを特定したとの報告書を作成していることをアメリカの CNN が報じているね。ウランの濃縮度 83.7% という値は、核弾頭を製造するのに必要とされている 90% との濃度水準に近く、この報告書によると、イランにおけるウランの備蓄量は濃縮度 60% のものが以前報告されていた量から、25.2 クグ増えて 87.5 キログラムに増量していたとされ、IAEA をはじめとして国際社会においてイランの核武装が間近であることを懸念する声が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。